遠藤敏明は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、自由民主党選挙対策委員長、自由民主党2020年オリンピックパラリンピック、東京大会実施本部長、公益財団法人東京オリンピックパラリンピック、組織委員会副会長。国務大臣、文部科学副大臣、自民党幹事長代理、自民党教育再生実行本部長。 自民党スポーツ立国調査会長、衆議院農林水産委員長、青少年問題に関する特別委員長、山形県議会議員などを歴任した。山形県南、村山郡出身、山形県立山形東高等学校に進学した。同級生には、後に山形県副知事となった細谷智幸らがいた。高等学校卒業後、 中央大学法学部法律学科に進学。卒業後、衆議院議員の近藤哲夫の下で秘書を務めた。1983年から山形県議会議員を2期務める。県議時代は自由民主党に所属していた。1990年、第39回衆議院議員総選挙に旧山形一区から出馬したが、6位で落選した。1993年の 第40回衆議院議員総選挙では、無所属で、再び旧山形1区から出馬し、3位で、初当選する。衆議院議員当選後は、日本新党の追加公認を受けるも、ほどなくして、自民党に復党し、同じ山形県選出の加藤浩一の側近となる。小選挙区比例代表並立制導入後初めて、実施された1996年の、 第41回衆議院議員総選挙では山形1区から出馬し、小選挙区ではカ道彦に敗れたが、重複立候補していた比例東北ブロックで復活した。1998年、小渕内閣にて建設政務次官に就任し、小渕第一次改造内閣でも留任した。2000年の第42回衆議院議員総選挙では山形1区で鹿野に敗れ、 比例復活も必ず落選。同年、第2次、森内閣不信任決議案をめぐる、加藤の乱による、高知会分裂後は、高知会に所属し、以降は、谷垣定一の側近となる。2003年の、第43回衆議院議員総選挙及び2005年の、第44回衆議院議員総選挙では連続で、可能破り当選した。第1次、 安倍内閣では文部科学副大臣に就任した。2007年10月自民党政務調査会に設置されたスポーツ立国調査会の事務局長に就任した。2008年衆議院農林水産委員長に就任。2009年の第45回衆議院議員総選挙では山形1区で9年ぶりにカノに敗れるが比例復活により5戦を果たした。 2011年10月、自民党幹事長代理に就任した。2012年10月、自民党国際局長に就任。同月に、高知会を脱退し、谷垣定一による、勉強会、有林会に参加した。同年12月の、第46回衆議院議員総選挙では、山形一区で前回破れた加納破り6選を、果たした。 2013年5月21日、スキーの普及、進行と競技力向上を目的としたスキー議連を発足させ、会長に就任した。10月には、スポーツ庁設置を検討するプロジェクトチームの座長に就任し、15日には、衆議院青少年問題に関する特別委員長に就任した。また、自民党山形県連会長として、鈴木の和。 大沼水穂の落下参考法を衆院選、参院選に擁立し当選を支援した。2014年日本オリンピック委員会と東京都により設立された一般財団法人東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会理事に就任した。同委員会は翌年より公益財団法人に移行したが引き続き理事を務めている。9月に政調会長 稲田智美のもとで政調会長代理に就任した。12月の第47回衆議院議員総選挙では山形1区で7000を果たした。2015年6月25日、東京オリンピックパラリンピック特別措置法の施行を受け、第3次安倍内閣にて東京オリンピック競技大会、東京パラリンピック競技大会担当の国務大臣として入閣した。 2016年8月、国務大臣を退任して、自民党2020年五輪、パラリンピック、東京大会実施本部長に就任。同年11月、森吉郎会長を全般に渡り補佐する、会長代行業務を担うため、東京オリンピックパラリンピック競技、大会組織委員会の副会長に就任。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙では、 山形一区で8選を果たした。2020年9月14日に行われる自民党総裁選挙で岸田文雄の推薦人代表権選挙対策本部長を務める。2021年10月31日、第49回衆議院議員総選挙で9選。2013年3月28日、自民党教育再生実行本部長として教育改革案を提出。 大学の入学、卒業要件に、トーフルの導入、文系を含む、全大学入試への理数科目必修化、小中高校へのタブレット PC 配布などを盛り込んだ。これに対し、トーフルが、アメリカの NPO が実施している点や、英語よりも、日本の歴史を重視するべきなどの反対意見が上がり、提言案了承を見送ったが、4月8日には、英語教育の抜本改革、 理数教育の刷新、情報通信技術教育に重点を置き、実現のために1兆円の集中投資を行うべきとした提言を安倍首相に提出した。5月には二次提言案をまとめ、学校制度の5.44制への転換や、大学入試センター試験に代わる達成度テストの導入、教員の指導力向上を目的とした教師インターンシップ制度の導入を掲げた。 2015年5月12日、教員の質の向上のため教員免許を国家資格に格上げし、医師免許に類似した仕組みを取り入れることを政府に求めた。また、低所得世帯からの大学進学者数の増加を目指し、年収500万円以下の世帯や多子世帯からの私立、大学入学者のための給付型奨学金を創設するべきとした。二千十四年二月十七日、 文部科学省の外局として2015年4月までにスポーツ庁を設置することを明言し民間人を長官に迎える考えを示した。5月28日には骨子案をまとめ公的な選手強化費を競技団体に配分する役割を日本オリンピック委員会から分離し日本スポーツ振興センターを改組した独立行政法人に一元化するとした。 JOC から選手強化被配分の役割を分離する理由として JOC 参加の競技団体の不祥事が相次いでおりガバナンスや事務局の体制の観点から無理があると述べている2014年12月国立競技場の建設費調達とスポーツ振興のための財源を確保するためスポーツ振興くじの対象に野球を加えることを自民党が検討 2015年4月13日には、スポーツ議員連盟の会合で、日予想計9時として、野球を加えることを決め、売り上げを2014年度の2割増を目指すとした。6月25日、五輪賞就任に先立ち、セキュリティインフラ整備、メダル獲得、国民総参加のための取り組みを考えたいと抱負を、述べ、追加種目やキャンプ地を、東日本大震災の被災地、 東北地方への誘致にも言及した。就任翌日の26日には、マス陽一東京都知事、武田恒和 JOC 会長、鳥、原光則日本パラリンピック委員会会長と会談し、連携強化や選手強化について意見交換した。また、7月1日の会見では、JOC の掲げる金メダル数で世界3位の目標を実現するために、 国民の盛り上がり、選手、コーチらの創意工夫と努力が必要とし、JOC、競技団体との連携を強化するとした。日本の TPP 参加に反対している。2011年11月25日には、自民党総合農政、貿易調査会の会合に出席し、TPP は国内農業を崩壊へ導くとする反対決議に参加した。 2012年11月15日には全国農業共同組合中央会が主催した TPP 交渉参加断固組織緊急集会に出席した選択的夫婦別姓制度の導入にどちらかというと反対との姿勢を表明している村山談話については見直すべきではないとし河野談話については見直すべきとしている英語の授業で日本人教師を補佐する 外国語指導助手を派遣する東京都内の民間会社の創業者から遠藤敏明が2010から2014年の5年間で計955万円の個人献金を受けていた。文科省の担当者が ALT 拡大を求めて遠藤から声かけされることがあったと毎日新聞は報道している。一方、遠藤は記事の内容は事実誤認に基づいており遺憾に思うとしている。 2015年7月7日、遠藤に関連する3つの政治団体が平田牧場の役員4人から同日に計500万円の献金を受けていたことが政治資金収支報告書から発覚した。産経新聞は実質的には企業献金に該当する恐れもあるとの指揮者のコメントを掲載している。これに関係して遠藤が委員長を務めた2009年の衆議院。 農林水産委員会で、飼料米の生産拡大を支援する、米国信用と利用促進法が可決された後、遠藤が2014年に1月の同社新年会に、訪れ祝辞を述べるなど、両者の関係は深まっていたと、産経新聞は指摘しているが、遠藤と平田牧場は、法案と献金は、無関係としている。これらの報道について、遠藤は、 内閣官房長官の菅義偉に対し、記事は具体的な根拠がなく、全くの事実無根だと報告し、記事の訂正と謝罪を求めるため法的措置を含めて検討する考えを示した。2013年、政治資金の収入が山形県関係議員の中で最も多い9389万円だった。ありがとうございます。